釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、これからね、釣りを始められる方でね、必見のナイロンと、ね、フロロの結び方、ご紹介しようかなと思います。ナイロン同士とかね、フロロ同士、同じ太さの糸であればね、同じ太さの糸同士であれば、ナイロンとフロロに限っては、ブラッドノットっていう結びがね、非常にね、有名です。まずやってみましょう。こう、ラインが切れてる状態ね、今、同じ太さのラインが切れてる状態。これをバッテン印にして、こういうね、で、片方だけね、ちょっと長めにしとっておきましょう。こっちをね、20センチぐらいにして、こっちを10センチとかにしていただいて、押さえて。で、20センチの方を、7回巻いていきます。1、2、3、4、5、6、7回巻いたら、ここにね、一回押さえてやって。で、もう一回ね、7回巻きます。1、2、3、4、5、6、7回巻いてね。で、こういう感じ。で、ここに出てるね、この糸は、こっちを巻いたときに端線です。これをね、今真ん中にこれ、輪っかがこうできてますから、7回ずつ巻いてね、輪っかができてますけど、これをね、上から片方入れて、上から穴のね、上から片方入れて、ちょっと引っ張り出しますね。で、反対側ね、下から入れます。逆向き通して。で、この先糸同士を押さえて、で、本線で引っ張っていきます。で、引っ張るときにね、ちょっとね、こう、ある程度形ができたら、ここの部分をね、椿にちょっと湿らせてあげて、で、本線同士をギュッと引っ張ります。ずっと引っ張っておくと、ブラッドノットって言って、こちらの、ね、ラインとこちらのラインが結びつきます。あとは、余り糸をカット。まあ、根元付近で、ね、カット。1ミリぐらい残しておいても結構です。これがね、同じ太さの、ね、もの同士の結び方、ラインの結び方。次はね、ハリスとかでつけて、このね、まあ、メインラインに、より細いものとかね、より太いものをつける場合の結び方。今回ちょっと細いのってやってみようかな。これはね、サージャンスノットっていう結び方をします。結びつける相手のね、長さをあらかじめね、切っておきます。切っておいて、重ねますね。重ねたら向きがね見づらいんで、ちょっと逆さにしようかな。この線の黄色い方を左に持ってきちゃう。で、ちょっと破裂の方ね、細い。太さの違うもの同士の結び方。細いです。20センチぐらい重ねて。で、輪っかを作って、この輪っかの中に入れていきます。ハリスと本線。その片結びの要領で結構。5回結んでおきましょうか。5回結んで。
で両端を持ってね、ギューッと引っ張ります。ギュッと締め付けしばらくホールドしてやるのがコツですね。最後に、ね、1本ずつギュッと締めてやります。これがね、違う太さのもの同士の結び方です。太さの違うもの同士っていうのかな。サージャンスノット、これで出来上がり。あとこのノットを、ノットとね、続きとして簡単ノットの一つね、このまま金具につける場合はラインを金具の輪っかに入れて10センチぐらい引っ張り出しますね。そしたらこのね、輪っかをくる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 回転させてもよろしいですし、回転させる場合はね、もう10回以上回転させてください。こういう長めにね。ただね、こうスナップスイベルの場合、こう寄り戻しになってるんでね、戻ってしまいますんで、そういう場合はね、温泉に端糸を10回以上巻きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回巻いて、で一番初めにできてるこの金具との接点の輪っか、糸の方の輪っかに、ね、先っちょ入れます。でね、これを押さえたまま温泉を引っ張っていきます。その時にね、ヨレヨレヨレってなりやすいんで、椿とかね、リップクリームつけていただいても結構です。リップクリーム指にこうつけて、でこのね、結び目にちょっとなじませてあげて、温泉をねギュッと引っ張ってあげてもよろしいですね。ギュッと、これもねずっと引っ張っておきましょう。しばらく引っ張っておくとよろしいと思います。で余ったラインをね、5ミリほど残してカット。これで完成。これね、巻き数が少ないとねポロンって抜けてしまいますんでね、巻き数の、ね、少なめでやる場合はご紹介しますね。これが、クリンチノットというやり方なんですが、少なめの、ね、場合はね、インプルーブドクリンチノットやります。クリンチノットの改良版ですね。ラインを通して。で、先ほどと同じようにね、本線に3、まあ、5回ほどね、巻いていただいて、先っちょの糸を先ほどのね、ここの輪っかの中に。で入れたらね、ここに輪っかができるので、できた輪っかの中に先糸を折り返した輪っか、折り返してね、スッて入れた輪っかがこうできます。この輪っかの中にもう一回先っちょ入れて、で引っ張ってください。キュッと、で同じく、まあ、椿とかねちょっと濡らしていただいて、温泉をこれでもね結構です。これ、ラインの質によってね、2つ、今のね、この結び2つ使い分けていただくとね、非常によろしいと思います。使い方によってはね、ラインの種類によってはどっちがね弱いとも強いとも、ね、言い切れませんのでね、こうちょっと引っ張ってみて、ピョンって抜けるようだったら、他の、ね、結び方、先ほどの、ね、結び方やってみてください。以上、今回はですね、同じ太さのライン同士の結びと違う太さの釣り糸の結び、それからね、金具への取り付け2種類ご紹介させていただきました。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。